DK 社のロゴ DK 社 DK 社 d EK 社, d 社 A、A ドーリングキンダースリーブックとはイギリスの出版社である。1974年にクリストファードーリングとピーター・キンダースリーによりロンドンで創立され、1982年により出版活動を始めた。出版物の分野は旅行ガイド、美術、工芸、歴史、自然科学、料理、ガーデニング、ゲーム、健康、 ビジネスなど多岐にわたり、レゴ、ディズニーなどの登録商標を扱った書籍も多数出版している。また、ニューヨーク、メルボルン、ロンドン、ミュンヘン、ニューデリー、トロントにオフィスを構える多国籍出版社で DK 社により編集された書籍は世界62個とこに及ぶ国と地域で翻訳出版されている。DK は1974年に ロンドンのクリストファー・ドーリングとピーター・キンダーズリーによって書籍放送会社として設立され1982年に書籍の出版を開始した DK 社によって最初に出版された本は英国の自発的な医療サービスのための応急処置マニュアルであるまたこの本は光沢のある白い背景に豪華に描かれたテキストの会社の独特の視覚的なスタイルを確立した DK 社は1991年に米国で出版を開始した。同年、マイクロソフトは DK の株式を26%買収した。1999年にスターウォーズに関するの書籍の市場を過大評価し、何百万部もの売れ残りを出して、債務不十分となった。その結果、DK 社はピアソン PLC に合併され、ペンギンブックスで知られる。 ペンギングループの一部となった。DK 社はこの後もスターウォーズ関連の書籍を販売し続けている。DK 社、太陽系惑星大図鑑、石井勝治役、川で処防新社、2015年。ありがとうございます。